さんおはようございます、今日はですね山木閑散で昨日一泊させていただきまして、いやーいい旅館ですね。この景色見てください。これ綺麗でしょ。これヤンバダムですよ。あのですねヤンバダムってね、まあもちろんいろいろね有名になったところなんですけど、これあの朝っていうかね、朝ねタワモがこう、要はタワモっていうのかな、こうダムの水のこの温度がね、大気よりあったかい時があるわけですよ。そうするとねこの一面すーっとね霧が立つんですよ。ちょっと神秘的でしょ。綺麗だよね。そこちょっと中庭見えてね、これこういうさ調度品というかこういうのがいいですよね。こう里山に来たって感じでね。まあそんなわけで今日はまた移動したいと思います。それではまた次回、またねー。